倒し速報。ヘルタファンの皆さん、こんばんは。緊急ニュースをお伝えします。偉大なる天才クラブ、会員番号83番ミスヘルタが宇宙ステーションで襲撃され、行方不明になりました。なお現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。これは計画的な襲撃ね。結論、敵の目標は宇宙ステーションですが、手段はまだ分かりません。その通り。それが彼を必要とする理由だ。ヘルタの人形が襲われる前、最後にあれを見たのは彼だからな。お前は？こちらはカンパニーの学術代表、博識学会のレイシオさん。意識を取り戻したばかりでまだぼんやりしているようだ。いくつかヒントを出そう。また会ったな。僕のことを覚えているか？いや、覚えていなくても構わない。期待しているわけではないからな。疑問だらけだとは思いますが、慌てる必要はありません。アスターさんが順を追って説明してくださいますから。これまでのことは大体わかってるわよね。数システム時間前、ミス・ヘルタの人形が謎の襲撃を受けて行方不明になって、今も信号の位置を特定できない状態なの。ないわ。襲撃された地点は宇宙ステーションの外にある基地局で、監視カメラの範囲外だったから。ミス・ヘルタはこの件を気にしてないみたいで、今は出かけてるの。事件が発生する前、彼女はカンパニーから招待を受けたようでした。技術開発部か。アポリは有能だが、部下は素人の集まりなんだ。野心的で情熱に満ちてはいても、いかんせん頭が足りない。せいぜい原始人レベルといったところだな。彼らはヘルタと協力して何かを進めたいと考え、僕にその技術顧問を務めてほしいと頼んできた。あのお利口クラブの連中がどうやってカンパニーの財産を浪費するのか間近で観察できるとくれば、当然喜んで承諾したとも。だがタイミングが良すぎた。おそらく誰かから情報が漏れ、
襲撃者に利用されたんだろう。ヘルタはこういう騒ぎには慣れているようだったし、僕も興味を惹かれてしまった。レイシオさんが学会の逸材だということは前々から耳にしてたから、協力してもらえるなんて光栄だわ。お世辞はいい、時間は貴重だからな。そもそも天才の前で凡人の逸材について語るなど、僕には少し滑稽に思える。そこの君、教えてくれ。最後に人形を見たとき、君は何をしていた？とぼけないでよく考えるんだ。そういえば、あの時、俺は。そうだ、もう一つお願いがあるんだった。例の器物がなくなっちゃって、放っておくわけにもいかないから、時間があったら探してほしいの。あなたならできるでしょ？忘れるといけないから、改めて説明するね。それは、で、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら、私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど、思い出せない。いくつかヒントがあれば、もしかしたら。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。記憶が曖昧だ。あの後何をしたんだっけ？ヘルタはアスターの名前を出したような。そうだ、確かアスターに会いに行ったんだった。これはヘルタに会った時の記憶だ。でも細かいことは思い出せない。とりあえずその後でアスターに会いに行った時のことを思い出そう。実体はないけど命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。あ、会社家や密館家の人なら何か知ってるかも。ちょうどシンクルさんとが近くにいるから、彼女たちに聞いてみたら？マスターは会社家と密館家のスタッフ2人の名前を挙げたみたいだけど。じゅうじした人たちと来たら画面越しに騒ぎを起こすことしかしないんだから、正体を突き止めたらただじゃおかないわ。実体はないけど命ある器物？それって偽命令のことじゃない？あ、今はウーウボって呼ばれていたわね。こう言ってはなんだけど、私は会社家の室長でも会社家で一番器物に詳しい人間というわけではないの。アドラー君に聞けばもっとたくさんの手がかりを得られると思うわ。でも最近何かの超常現象の調査に夢中みたいで、ずっと姿を見てないのよね。ダメね、お客さんにこんな情けないところを見せてしまうなんて。宇宙ステーションは襲撃事件から立ち直ったばかりで、ただでさえ問題が山積みなの。それなのにわざわざスタッフたちの気持ちを煽ろうとする人がいて、管理職に対する不信感も日に日に強まっているから、アスター所長もかなり悩んでるんじゃないかしら。あなたにこんなこと言ったってどうにもならないわよね。これは私たちが自分で解決しないといけないことだから。
気にしないで。アドラアドラ、そうだ、それからアーランにも会ったんだった。アドラーはアーランと一緒にいて、確かあれは時アドラーはアーランと一緒にいて、二人は何かの事件に巻き込まれてた。なんだと、あいつ一人でペペを連れて現場に行ったのか。どうしてあいつを。焦る気持ちはわかりますが、そう慌てないでください。俺は犬の散歩だ。俺は散歩だ。俺は犬の散歩をしている。俺がその犬だ。隠したいことでもあるのか。何かごまかそうとしてるみたいだ。ところで俺に何か用か。え、君もアドラを探してるのか。偶然だな。実は俺たちもなんだ。それにしてもあいつも肝が据わってるというか、勝手に現場に調査に行くなんて。あ、いや、それは危険じゃない。危険なんてあるはずないだろう。アーランさん、もう隠せません。やはり貴様は黙っていろ。歩きながら話そう。アドラーに何の用だ。失われた器物。なるほど、それならあいつに聞くべきだな。